はい、佐賀駅のホームに来ております。これは、こちら下りホームですね。主体としては下りホームですけど、一部上りも、出ます。 JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。で、この佐賀駅に限ったことじゃないんですけども、 JR 九州さんの方はね、駅がもうやかましい、もうこんな感じでですね、まあ係員の、駅の放送もで、この自動放送とかももう頻繁に流させている。もう博多駅とかもとてもじゃない、もうやっかましくてしょうがない。もうちょっとね、これ静かな駅にしてほしいですよね。これこんな放送いらないですもんね。まあ、大阪駅とか、まあ、そういったところとかはもうすご意外と静かなんですよね。で、今千葉駅とかもどうなんでしょうね。千葉駅とかも結構、ね、自動放送とかほとんど流れてなかったんですね。発車のベルも何もないような肉声放送ももう今度必要最小限度ですね。まあ都会の方とか大都会の方とか行ったら本当必要最小限度の放送しか、やらないので、でもまあ全然クレームとかのそういったあれもほとんどないので、全くゼロっちゅうわけじゃないですけど、やっぱりもうこういったところもやっぱりね、こういうのがなんか田舎なんだなっていう感じで、いまだに、こういう やかましい、自動放送とか肉声放送とかを織り交ぜてて、これ自動放送と肉声放送をごちゃ混ぜにして、でもうかぶせるような感じで流してるっていうのも、よく見受けられまして、もうこれだったらもうどっちか配信しろよと、まあ、自動放送いらないんじゃないかなっていう感じですね。昔みたいにですね、佐賀駅ももう肉声放送だけに統一すればいいのに、でまあこれを、まあ、それで、まあ、自動放送もすごく耳障りな感じ、ソフトじゃないんですよね。もう少しちょっとご案内いたします。もうこうやってまた鍋島久保田まあ、わざわざこういうような流す必要ないんですよね。もう分かるんだから。乗り場から発車します。繰り返しご案内します。ああ、やっぱこういうのもなんか田舎なんだなって感じで。久保田、牛津方面、普通列車、港北行きは3番乗り場から発車します。まあ、この女性の耳の放送ですけど、すごく耳障りなんですよね。もうちょっと JR 西日本さんの京阪神地区のようにもうちょっとなんかソフトな声に、まあ、男性のやつもそうなんですけども、もうちょっとなんかソフトなものにできないのかなって感じが、すごく耳障り、これお客様全体にちょっと苦情申し上げたことも申したこともありますけども、すごく耳障りですよね、こういうの、この女性の声って、やっぱりなんかお客さんの音とかなんか、ちょっと分かりやすさ、ちょっと考えてないと、意外とね、これね、分かりにくいんですよね、実は。こうやってやってるようで、やっぱり考えてないんだな、よく分かるかと思います。